はい、どうも、TT です。スーパーマリオブロスワンダー、発売したのでやっていこうと思います。俺ね、まあ前もマリオシリーズやったことあるんだけど、マリオ俺うまいのよ。自称うまいのよ。初めから。何人、今日ね、まあみんないっぱいいるんだけど、まあいる中でもとりあえず今日は一人にしとこうかな。俺だけやってみんな、おわお任せとかもいけんだ。はい。ヨッシーとトッテンはダメージを受けません。アイテムを取っても変身しません。いや、それはかわいそうでしょ。まあ、マリオでいくか、主人公。いけい。このキャラクター出せますか？オッケー。一人だとクリアできないとかないよね。大丈夫だよね。頼むぞ、マリオ。今度の舞台はフラワー王国。キノコ王国から少し離れたところ。マリオたちはフロリアン王子誰マリオシリーズ結構やってるつもりだけど知らんに招かれ初めてやってきたのでありました。あ、初めてなのか。あ、え、もう動けんの。走ってジャンプ。まあこれがこれで一緒ね。はいはいかわいいあ、上見れる上見れる。下見れる。あ、下見れない。十字キーでやるかな。どうすっかな。マリオといえば十字キーみたいなとこあるけど。おえー、こんにちは。でもこいつが喋ってんのはなんか見たな。遊びに来た。てかお前誰だ。なんで喋れる。あ、ルイジル。ほら、いや俺もそれやりたい。俺もそれ。ウキウキ。死ね。あ、なんかすごい。あ、ピーチ。お客さんいっぱいなの。え、これ。あ、ちょ、待て待て、かわいい。はい、楽しんでいってね。よし行こう、みんなついてこい。フラワー王国スーパーマリオブロスワンダー。なんか象になったりできるっていうのは知ってんだよな。どうせクッパが来てピーチ姫さらってくんでしょ。違うの。そういうことじゃないの。え、違う、お前フラワー食う側の立場じゃん。青虫でしょ。フラワー食う側の立場の人じゃないのこいつ。一緒に共存、共存はしてるのか。来た来た来た。なんかデイジーとか当たり前にいるようになったんだな。お？え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 ？でもクッパを助けに行くの？クッパ捕まったの？強くなった。クッパが強くなったのか。メカクッパ。で、え、いいんじゃない。別に誰も さらわれてないと助けに行かなくても。ん、よしよし、ゴール地点だ。そっか、今回キノピオじゃないんだもんな。ゴールがフラワーなんだもんね。ヘルプ。あ、なるほどなるほど。この子たちを助けて回らなきゃいけないっていうことか。ショック受けてる。なんということでしょう。ワンダーフラワーがフロリアン王子、あれは大魔王クッパですよね。大事なフラワー城と合体してしまうなんてあんまりです。あ、城と合体したのもっと違うもんと合体した方がよかったんじゃない。このままクッパを放っておいたら一体何をしでかすか。俺が行ってくるよと。行ってくるよと、任せろと、俺らに任せろと。なんと助けてくださるんですか。ありがとうございます。お前も一緒に行こうよ、フロリアン王子。お前の城を助けに行くんだから。
道案内は私にお任せください。えい。あ、道案内をしてくれるんだ。え、乗せていくの？てか取ってんだっけ？あいつこっち側なんだな。さあ、ついに大冒険始まりますか。ワールド1土管ロック平原。あ、ここも入れんの？あ、ここは入れないね。ここはスタートで、左上に、え、何あれ、爆弾、何あれ、コインが17枚、なんかが000で、マリオは5機。フラワー王国へようこそ。始まりの花畑、難しさ星1、プラスでキャラクター、あ、キャラクターも変えれるんだ。パネルコレクション、マリオジャンプ、ルイージジャンプ、あー、ジャンプしかないんだ。なるほど。まあじゃあ一旦セーブするか。あ、間違った。こっちはオプションって何やんの。あー、操作方法か。あ、いくつかヒップドロップとかもあったな。おしゃべりフラワーの設定、ボイスあり、表示あり。あー、オンラインのプレイお知らせ、オンラインプレイお知らせ、まあいっか、なしでいっか。オンラインプレイしないけどな。よし、じゃあこれで、あとは L、あ、これでマップ見れる。土管ロック平原だけ離れてんじゃん。あ、どんどん行けんのかな。まあいいか、行くか。 Here we go。 フラワー王国へようこそ。始まりの花畑。 B でジャンプ、ボタンを長く押すと高く飛ぶ。え、飛べねえじゃねえかよ。あ、なになに、あれ、なに、あれ、え、これマリオ今普通の状態だよね。ちっちゃいとかじゃないよね。なにこの青いコイン、紫色のコイン、なに、いや、天気、お、いいね、いいね、これ、へえ、なにこれ、入ればいい。寝てる、かわいそうじゃない、寝てんの踏んだら。で、え、いきなりゾウ、いきなりゾウになれんの、やった。え、いいじゃん、いいじゃん。あ、ね、確かにもうこっちが悪もんだよな。え、さらに A でストックできてるってことなのかな。待って、 A 押してみよう。あ、これ長押しで、あー、そういうことね。水溜めれたりしないのかな。あ、待って待って、水溜めれてる。あ、溜めれてるね。長押ししたら水おいしいね。これじゃあクリボーは倒せないんだ。まあ濡れてるだけだもんね。だってな、死ぬ要素はないよな。ふふまあ言ってもな。あ、中間ある。はーい。でこの時点、あ、待って、後ろが出てくる。どっち、道案内して。でこの状態でさ走ったりできる。あ、待って、これ入れるか。入れるんだ、かわいい。コインとかはまあ別にそんなに必死になって取っていこうとは思ってはいない。これかわいいね。あ、かわいい。え、ん、まあ取れってことだろうな。おい、わわわわ。え、これ何、どうすればいいの。これで、よし。あ、この植物に、あ、なんか、待って待って、これ取っておくと何なの、この紫のやつ。その情報がないんだよ。これを取ると何なの。何何何何、青虫、さっき青虫王子いるから、うちに。よし。あ、3個取ったら、3個取ったら何なの。あー、やべえ、水なくなった。待って、これ何、この土管入れんじゃない。ちょっと来て。あ、連動してるわ。
なんだこれ、なんだこれ、おらおら、お前にも水やるよ。ユーゴタワンダーシード、何ワンダーシード、ワンダーの種、何何何それ。はいはい、バイ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 、あ、あ、これで終わりってこと。えい、ワンダフル、通るとクリアか。まあまあ初めだからいろいろ見ながら言ったけど、後半はサクサク進んでいくつもりまでだから。フラオックよ、初めの花畑2個取ったよ。あ、水かけてあげた。このままゾウで行くのかな。次は2個取ったよ。やった、ワンダーシートシードを手に入れましたね。いると、お願いです、もっと集めていただけませんか。きっと役に立つはずです。いや、言えや、どう役に立つかを。言葉不足だよ。移動しながら B でジャンプすると高く飛べる。あー、ダッシュジャンプね、こういうことね。で向こう側、何向こう側行けんの。奥行きたい、やってやれマリオ、やってやれ。あ、フラワーにもなれる、うわかっこいい。ここ入れない、入れない、ほら、やっぱあれなんだね、ファイヤーの出せる数2発っていう、おおおお、抜け出してきた抜け出してきた。2発っていうのは変わらないんだね。なんかいっぱいコイン降ってくる、もう終わり。この土管赤いの入れる、あ、入れた、向こう側行くんかな。あー、ええー、見づらい見づらい見づらい、アップにしてあげて。入れたりはしない、鼻枯らせる、あ、枯らせるのはしない。あー、これ取ればいい、ダッシュで、よいし、で、ここ入るとどこに戻ってくる、上から来る、えい、なんか言って、え、向こうに行けるの。いいでしょう、行ってきたよ、向こうに行けるの。ボイスアリってすごいよな、花が歩く、あ、そうだ、喋る花も変よ、降ってくるでしょ、どうせ降ってくるでしょ、降ってこないんかい。ここはファイヤーをのチュートリアル的なやつか、取ってみるか、どうなる、なんか言って、なんか言って、お、音楽が。倒したくない倒したくない、歌ってほしい。倒したらどうすんだろう、なんかやばい、引かれた、やばい、ちっちゃくなった。ちょ、これが気になってさ、怖い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 。終わり、あ、ちょっとフラワーあるわ、取ろう。騒がしかったな。騒がしかった。あ、そっか、俺2個取っちゃったから入れない。な、なになに、何か取った。そっか、象を残しといてもよかったってことか。これはいっぱい飛べるんだ。あ、いけー、ワンダフル。一回も死なない。てか俺マリオ一回も死なないでクリアしてしまうかもしれんな。死ねばいいのにと思ってる人、残念だけど、なかなか、なかなかやられないと思うよ、俺。まあ、危なかったけどね。コインとかに釣られちゃうからね。さあ、行こう。4個、溜まってるよ。ズラカルたちのかけろか。ズラカル？ズラカルって誰？ゾウへ変身すると、Y で鼻を振る。しゃがんだ状態でもできる。なるほど。お前がズラカル、死ね、やべ、何がいい、ゾウか、
ここ。あ、なるほどね。滑ったりとかしないのね。ズラカル倒したいな。ズラカルファイヤーで倒したかな。これ、あ、これゾウだったらポーンってできたのか。あ、やりたかったな。いた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 。あ、え、ズラカル、ズラカル、あ、やってくれんだ。ズラカル、この下、下来て。ここ入りたい俺。あ、これ壊せるかな。いける。あ、入れるわけじゃないのか。ズラカル待て、これほら踏めるんだ。よーし、ゾウだな。おい、ズラカル待てー、ズラカル待てー、いい音色、ズラカル待てー。これさ、どうなる。はい、やれ。よーしよしよし、待って、これ下、下いけそうじゃない。赤い土管入れ、入れた。どこ行く。うわー、銃ある。ズラカル、ズラカル、いた。ズラカル、え、待って、取れないんですけど、どうする。なんかでも長押ししたら長く飛べるみたいな。ちょっと待って、はい、ごめんなさい、やります。これ取れねえかな。なんか、いや、キノコ取ってもしゃあない。上見て飛んだら飛べるとか。いや、あい、え、だけどさ、あ、待って、このダッシュみたいな、帰ろう。別にいらんし、あれいらんしね。うん、欲しいとか別に思ったことないし今んとこ。おお、なんだ、あ、押せる押せる押せる、潰せ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 。面白。おい、中間、おいおい、あ、まあ、ちょ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 、今別にそれやるつもりなかったのよ。ほら、これだけ、待って、そいつ、これ、あ、いるいるいる、こいつか。はい、バカめ。あ、コインで取ることもできるんだね。うわー、真ん中取れてね、気になるな。ワンダーの世界行きたいな。行きてえけど、あ、もう行けそう。はい、ワンダー、なになに、無敵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 、突っ込め突っ込め、無敵だ、俺は無敵だ、突っ込め突っ込め突っ込め、いけ、よし。あ、これちょっと終わりか。うわ、ゾウがやっぱ楽しそうだな。エクセレント、ワンダフルではなかったな。ゾウいいけど、ゾウ正直水飛ばせる以外別になんかファイヤーの方が強さはあるんじゃない。水敵も倒せないし、可愛さはあるよ、確かにゾウの可愛さはあるよ。ただ強さで言えば純粋にやっぱりねえ、え、お、クッパいるぞ、ふふふ、気に入ったぞ。フラワー城と合体したこの体、そして溢れ出るワンダーパワー、もっともっと力を手に入れてやる。そうすれば世界は我が輩のものだ。ガッハハハ。今何、世界は誰、マリオのものなの。マリオがこんな縦横無尽に歩き回ってるけど。クッパめ、これ以上勝手な真似は許しませんよ。なんとかして追いつかないと。何それ。そうだ、あそこからプロペラフラワーで追いかけましょう。何それ。いやいや、説明が本当にないね。ええ、
マリオ知ってたのそれ。俺今までマリオってそれを見たことないけど。逃げてくんかい。そんな強そうな図体して逃げてくんかい。お？あ、ついにボスとかも出てくるか。そりゃそうか。イエーイ、クッパジュニア。あ、クッパジュニアじゃん。え、もうクッパジュニアなの。イエーイ、城と合体したお父さん、かっこいいぞ。すごいパワーだ。ピカピカのどでかいボディはもう誰にも止められないぞ。クッパジュニアを何回も倒していくってことなのかな。何この3って。ひどい、ぐるぐる巻きです。そうだ、今こそワンダーシードですよ。ワンダーシードには不思議な力があるんです。いや、説明は？どういう不思議な力があんのよこれ。3個、あ、3個使ってアンロックするってことか。3個減るのか。今6個あるよね。減らんのかい。何回でも使えんの。ドカンロック経験のバッチハウス地底かな。あれ、宝大丈夫ですか。しおれちゃうほど怖かったですが、この大事なバッジは守りきりました。守りきれてるっていうか、もうツタでぐるぐる巻きにされてたけどな。あ、バッジってつけるといろんな効果があるやつですよね。フロア王国の旅人たちに大人気なのだとか。あの王子様、よろしければこれもらっていただけませんか。いや、もらうのマリオだから。こいつ何もしてねえんだから。王子様ならきっと上手に使いこなせるはず。え、王子様が使うの。王子様戦うの。マリオでしょ、どうせ戦うの。え、やった、実は前からつけてみたかったんですよ。どういうこと、どういうこと。バッジの力で私も皆さんのお役に立てそうです。マリオのこと見えてる、こいつら。王子様に喜んでもらえて嬉しさ満開です。この先もバッジを使えば楽々ですよ。王様に渡しとけよ、早々に。じゃあねー。あ、こっちこっち。はいはい。じゃあ逆行ったらどうなる。帰れる。帰るはしない。走れ。で、王子様のその能力は、バッチハウスの練習場。帽子パラシュート。空中で R を押し続けるとゆっくり落ちる。コントローラーを振って操作することもできる。なるほどなるほど。はーい。 R ボタンってなんだ。 R ってなんだ。はい、ちょちょちょ、行き過ぎた行き過ぎた。やばい、俺この操作ちょっと苦手かもな。行ってらっしゃい。行ってきまーす。苦手かもしれんぞ、ひょっとしたら。あ、これだけ、これだけで3個使わせた。あ、使ってないのか、減ってないから。おお、広いところに出てきましたが、あそこでしょ。なんかショップみたいなのあるな、上に。またあのぐるぐる巻きです。ワンダーシードをもっと集めないと。10個必要ってこと。今6個しかないんだもんな。さあ、どっから行きましょうか。地図を見たければ L を押してくださいね。もう一旦地図も見てみる。はい。これ何も書かれてないこいつが怖いな。自由に動けんだ。で、どれ行きますかってことね。これはちょっと一息ダッシュで行こう。なんでもやです。集めたフラワーコインが使えますよ。紫で買い物できるんだ。なんでも売ってる。なんでもやです。ご褒美コイン。敵を倒すとコインが手に入る。あ、パワーアップバッジ。バッジか。ワンダーシード。ポプリンたちがとても大切にしている不思議な力を持つという種。売ってんのかい。もうこっち王子様いて困ってんだよ。くれよ、これは。貢いでくれよ、イチャップキノコ。イチャップキノコセット。残り数が5増える。一つずつ買うよりもちょっぴりお得。パネルくじ。どのパネルをゲットできるかは買ってからの。いや、パネル買おう。パネル買おう。マリオ泳ぎ。あ、何個も買えちゃうんだ。なるほど、なるほど。とりあえずはいいわ。
また来てくださいね。まあ、じゃあみんなで冒険。はじめまして、僕は通信アンテナさん。オンラインプレイのことなら僕に任せてね。それでは早速、オンラインの一言アドバイス。世界中のプレイヤーと冒険だ。オンラインすると世界中のプレイヤーと冒険できるよ。ピンチの時はいろいろな方法で助け合いもできるんだ。さあオンラインに切り替えてみんなと冒険だ。しない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 。一匹狼かっこいいと思ってる派だから。あ、これ何？なんかできるわけじゃないの？なんかできたりはしない、しないのか。あ、ね、ちょ待って待って、なんかあ、ワープできんだ。へえ、まあ、とりあえずこっちから行こうか。ちょっとずつ猛進、僕突進。バッチセレクト R。 今選んだ。あ、選んでるね。はい、お前が突進か。突進死ね。あ、突進、突進倒せないのかな。突進こっち来て。はい、突進倒せる。あ、何発か当たったら倒そう。よし、行った。怖かったでしょ。俺も怖かったよ。あ、え、突進ってこっちまで来れたかな、もしかして。え、突進これも壊せた。いや壊せてないの、ぶつかってたもんな。え、なにこれ。あ、ここで突進いるんじゃない。はい、突進、突進カモン。下ごめんにいた。はい、突進どこまでも行けるんだね。はい、はい、突進、突進そんなに強くはないのか、もしかして。もしや、これ入れる？入れない。ていうか、お前なんでお前。あー、ちょっと待って、おえい、なんだか体育、わお。あ、待って、っていうかさ、マリオってこれ時間ないんだね、制限時間。前さ制限時間あったのに、制限時間なくなってる。オンラインだからみんなでワイワイガチャガチャ楽しんでねってことかな。はい、中間。はい、突進、突進。うえ、ちょっと待って、飛ぶんかいお前。中間の後にはフラワーあるよ。もう一回入れる。何あれ、あれ何、突進誰だお前。俺の突進はどこだ。これ乗れるんか。え、突進、突進、はい、こっちこっちやって。よーし、突進。え、うん、何何、うわー。え、これ何、どういうこと。おお、あ、やべ、上行ってよかった。もう一回来て。え、もう一回来ない。俺ミスったか、ミスったかな、トッシン。俺ミスったかな、トッシンね、トッシン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 、まだ大丈夫、まだまだいける、トッシン、まだいける、トッシン、まだいける、トッシン、まだ頑張ろう。はい、キノコちょうだい、キノコちょうだい。余裕だな、死にはしない、死にはしない。そこでも壊せない。あ、え、これは突進来て、突進に乗って、突進に乗って、乗って、そこジャンプの予定だったんだけどな。よし、あれ、え、あ、そっか、ワンダーやり損ねたからか。やってきた方がいいかな、ワンダーやるかな、やるか。
よし、行くぜワンダー。よし、これで乗ってかなきゃいけないんだな、こいつらに。よし乗れい。あ、後ろ行けばいいのか。いや、ちょ、行き過ぎちゃダメ。はい、乗って前の方行っとくか。はいはい、どこまで乗っとけばいいの。ずっと乗っていいの。お、ひー、さらに奥があった、ゴールの裏に。いいぞお前ら、強いぞ、突進。よーし、1個取ったぞ。ゴール壊してくれたりするの。やった、ワンダフル。ね、何これゴール。長っ、鯉のぼりじゃん。あ、3個もらえるんだここは。あ、じゃあエセゴールみたいなとこも行く意味あったのかな。1回ででも取れたりもすんのかな、どうだろう。よし、9個。転がれコロンポリン。え、コロンポリン、コロンポロン、コロンポリン。 B を押しながら敵を、あ、 B を押しながら、何よお前、誰だ、どうなる。あ、あ、転がる、なるほど、ゾウか、ゾウいいぞ。あ、でこれでポヨーンってなるってこと。あー、なるほど。何お前、柿みたいな。転がして、はいはい、ついてこ、ついてこ、はまるんだ。おお、いけ、ワンダフル。よし、ゾウ頑張れ、ゾウマリオ頑張れ。よし、ストックできた、水、水高いよ。よし、はい、転がれ転がれ。はい、え、上行きだ。どうも、お世話になります。これは持てるよね。こうして、はいはい。あ、ま、マジか、上か。俺は上行けばよかったのか。はい、取りこぼした、今取りこぼしちゃった。アウトなやつ、待って、これ入れるんじゃん、この土管入れそう。報復前進マリオー、報復前進マリオ。まあでもゾウはいっぱい持ってるけど。よし、すげえな、よくいろいろ考えんなマジで、任天堂ってすごっ。上行こう、上行こう、ドーン、321。てかさ、ワンダーって前交差あんのかな。ね、絶対、あ、これ3発かけじゃないか。あれはどうすんだ、これ上に投げれる、投げれるね。で、あっち、あいつの、あいつのこの言葉を聞きたい俺は。ええ、うまいこと言った。ちょ待って、ちょ待って、待って、よし、いや、あそこ行きたい、あそこ行きたい、俺あそこ行きたい、行けるかな。はい、これだ。どうやってだと思う、ねえ、どうやってだと思う。それだけかよ。あいつを全部喋ったら何かあるとかあるかな。痛い、痛い、帰ってくんのかい、しかもやられないのかい。とか聞かない。あ、ワンダー。さあ次はどうすんの。あの上に、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 上に、上に、上にあるぞ。よし、いける、いける。よし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 、取れた。
苦労したよ。マリオ楽しい。あとはゴールの1個か。あ、でも3個あんのかな、ここも。やばい、待って、なんか難しいな。こうか、こう、オッケー。ちょっと待ってよ、走ってくるか。ちょっと待って、マリオダッシュだ。逆ダッシュからのこう、足りねえ。まあ2個もらえればとりあえずいっか。さ、な、ここも3個あったのかな、どうなんだろう。なんか情報ないとわからんな。全部3個あるのかな。よし、次じゃあここも行ってみるか。え、ワンダーシードが集まってきましたね。これだけあればきっとなんとかなります。あのぐるぐる巻きのところに向かいましょう。ここはちょっと一息、ちょっと一息もしてこ。ワンダーピースの音楽室、コインを100枚集まると1アップ、残り数が1機増える。はいはいはい、これを取っていけばいいってこと。はいはい、あ、なんかピアノ、 あれか。はい、いい音色だ。あ、なるほどね。あ、やべ、そんな終わるんだったらコイン取ってからでもよかったな。まあいっか、別に木とかいらないしね。あ、もう11機もあんじゃん俺、死なないから。ちょっと一息、ダッシュでいこう。ダッシュすればいい、ダッシュすればいい。あ、バッチ全然使ってねえよ。ダッシュでいこう。 Y 移動でダッシュ、ダッシュしてワンダーシードをゲットしよう。いけいけ、応援、みんな頼む、応援頼むぞ。え、なんか難しいことあった？制限時間とかも特にあった、なった？これ上行けんのか、なんだ上。落石注意、大変大変、クッパのせいで岩が落っこちてきました。壊したいんですがすごく硬くて。元気の源、フラワーコインが10ぐらいあれば壊せそうなんですが。元気出して、ありがとうございます。これだけあればパワー満開です。早速壊してましょう。せーの、ドッカンドッカンドカンロック。ロックしてんのかい。ロックしちゃいけないよ。ロックって石のロックか。え、おかげさまでパワー満開で壊せました。どうぞお取りください。何あんの。あ、え、オプションで、メニューからオプション開くと操作方法を変えられます。ダッシュやヒップドロップなど、ま、プレイしやすくカスタマイズ。バッチセレクトの設定や切り替え操作などもできますよ。え、ここは何なの。飛び出し注意、ここはとりあえず関係ないのか。ここはここの一応コースはコースなのかな。まあいいか、とりあえず行くか。あ、でもこっち行ったら進んじゃ、行けよ。進んじゃうかな。まあいっか、今日はここ行ってみよう。銃ありますぜ。花ちゃんだ。丘越え山越え、花ちゃんでーす。あ、簡単そう。花ちゃんでーす。花ちゃんでーす。花、レース花ちゃんより先にゴールしよう。あ、走ればいいってこと？行くぞ。マリオ行くぞ。行け！いや、早い思ったより。いけるいける。ちょちょちょ。おい、花ちゃん。よしよし、いいぞ。いいぞいいぞ、勝ってる勝ってる。いけいけ。よし。ちょこちょこなんか邪魔くせやついんな。いけるいける。花ちゃんなんかに負けんじゃねえ。花ちゃん引っかかれ。え、え、花ちゃん帰ってったよ。え、花ちゃん帰ってたよ。そうなったら一気に不安になる。俺はコースが合ってんのかどうか。来た来た来た、花ちゃん来てる。花ちゃんなんで、え、何それ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 。マリオ初めての情報を突っ込まないで、突っ込まない、ぶっ込まないで。入れたか、土管。やべ、何何何、
おお、それがゴールなのね。お、1分切ったよ。あ、ありがとう。はなちゃん、ありがとう。普通に渡してくれていいよ、別に。よしよし、はなちゃんにももらったぞ。はなちゃんはなんだ、遊びたかったのかな。やった、フラ王国の名物、はなちゃんレースに勝ちましたよ。あ、名物なんだ。しかもはなちゃん、記念に自動スーパーキノコバッジをくれました。何それ。コースを始めるときに自動でスーパーキノコの効果が現れる優れものですよ。すごいな、それ。試しに付け替えてみますか。付け替える。てかね、俺もうその道具を使うことを忘れてしまう。今までな、なかったからさ、そういうこと。あー、大事なパレスまでぐるぐる巻きだなんて。あそこにはこの国の特別な宝物、グランドシードが収められてるんです。悪いことに使われる前にどうにかしないと。いろいろ見てみる。あ、でもバッチチャレンジみたいの結構あるね。乗って突進。あ、え、めちゃめちゃ難しいんだけど。ここ星4だって。急にそんなのぶっ込んでくる。ここやってみようかな。ここやってあっち行ってみようか。あの今のところバッチチャレンジ、壁登りジャンプ。ジャンプ中に壁にくっついて B を押すと一度だけ上にジャンプする。くっついて、あ、こういうこと？なるほどね。はい、できたよ。僕ならできたよ。こういうことね。逆に、あ、上に飛べるんだ。壁キックもできるしってことか。待って、これこっち側から行った方がいいか。よし。あ、待って、ここも普通のコースなの？普通のコース扱いなのかな。ちょっと待って。よし、はい、エクセレント。あ、1回だけってことは壁キック、こっから壁キックはできるのかな。こうして、ちょ待って、やってみたい。こっから壁キック、あ、それはできるんだ。なるほど。はい、からのこうね、こうね。なるほど。まだもう一個取ってねえよ。ナイスクライミング、ナイスクライミング。こっちの上でしょ。あ、オッケーオッケーオッケー。今言ったやつをやればいいってことだ。こっからこうしてからのこう、オッケー。完璧じゃない、マリオ。完璧じゃない、そして俺完璧じゃない、マリオ。うめえな俺。ヤッホー、 Thank you。 いや、もうちょっとさ、マリオと王様のために無償で提供してくれてもいいと思うんだよな。なんでちょっとハードル使うんか。やりましたね。今使ったバッジプレゼントしてもらいましたよ。バッジを付け替えてみますか。あー、もうキノコの状態で終わってることもないし、付け替えとくか。上ジャンプ確かにちょっと強いかもな。じゃあここ行こう。クッパジュニア戦うのかな。土管ロック平原のパレス、難しさ3ってことは上4ってことはもっと難しい。うわー、何これ。あ、いろいろ変えたくれる。いや、同じか。コメント変わるんかと思った。ここはこういいね。こ、いや、ちょなあ、あ、ちょ待って、やべ、初ミス。いや、これでいいよ、これでいい、これでいい。あ、待って、ゾーンになるかどうすか。いや、だけどすぐもらえるでしょ。知らんかった、そういうことになるって。これが落ちてくるなんて知らんかったし、これが下に落ちるなんてことも知らんかった。何それ。あ、クリボーだったの、オタク。クリボーがそれつけてたの。なんだこれ。あー、へー、
なるほどね、なんかちょっとワンダー的な感じにはなってんのか。ちょ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 、降りてくんなよ急に。こういうのはあるんですよ、ほら昔から何かあるって相場が決まってるから。でキノコぐらいもあってもおかしくないんじゃない。今ね強かったわけだし。ないね、下の段かな、下の段の方が難しいからねこういうのって。よし、おい、土管に入れることはない、ない。ちょ、ゾウなっとこう、危険を感じる。おらおら、あ、そっかそっか、これどうなる。あ、普通に飛ばせんだね。おら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 、中間、あ、ワンダーだ。あ、ゾウなんだやっぱりここ。あ、これこれを土管をパーンって中にやったりとかできるわけじゃない。え、あのワンダーどういっとるの。え、どうやっとる。あ、じゃあこの土管から入れるのか。あー、なるほど。でどうなる。ん、なんかちょっと焦らされてるような音楽流れてるけど、どういうこと。普通に進んでいいの。はい、ワンダーだから上来れてるってことで合ってる。痛い、危ない危ない、これ急いだ方がいい。大丈夫、急がなくても大丈夫、急いだ方がいい。これ何、取れない、危ないよ。あー、なんか上に飛べることを忘れてしまうんだよね。今まで飛べてないから上に飛べるよっていうのを。あー違う、キノコじゃねえ、先にゾウ取ってからあれやったらここもゾウだったじゃんっていうね。これ急がなくていいんじゃない、わざわざ。そのなんかタイミングが終わったら、ほら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 、え、ちょっと待って、1個目2個目、あれ2個目俺取れてない、この下か、下でも取れるのか、戻ったらいいのかな、こっち側から戻って、はいはいはい。ただこれどういっとる、これどういっとる。まあいっか、取りようがないもんな。でここはもうさっき取りました。ワンダーいつまで続くん、何何あいつかわいそう。え、あの1個どういっとるんだろうな。まあでもなんかゾウとかのように、あ、ボスか、中間、あ、ボス戦の前に中間、優しい。死んだらこっからやり直せ。え、さらにこんなのもくれんの、ゾウ。はい、あ、ま今んとこキノコ率 100% ですね。今んとこね、ゾウとかいらんから邪道だから。なんだ、僕を邪魔しに来たのか。ふん、いいぞ、遊んでやる。このパレスにはお父さんのワンダーパワーで満たされてるんだ。誰にも負ける気がしないぞ、かかってこい。ワンダーパワーで、ワンダーパワーどこで使われてる、組めばいいのか。おい、ちょっと、はい、なになに、なんか使う、お、ワンダーパワー使ってる。え、なんでお前、それ踏める、踏んだ、マリオでかくなっちゃった、マリオでかくなっちゃった、こういうことか。はい、あ、踏めるね、踏めるね。さらに、あ、逆になった。あ、すげえ軽いマリオのジャンプ。おっそ。
あ、でかいから遅いってこと。はい、何回か踏むってこと。弱弱っ。ジャッキーが抜けたよ。ワンダー抜けたよ。そう、いつも思うけど壁抜けて逃げる技なんなの。あ、グランドワンダーみたいなやつ。グランドワンダーじゃない、え、グランドシード、グランドワンダーって。なるほどね。で、このエリアは解放。うわー、白で統一されてるのかな。ちょっと光が眩しくて、逆光が眩しくて見にくいんですけど、白なのかな。こうしてパレスを取り戻したマリオたち。ナレーション。グランドシードも無事に手に入れ。グランドシードが何よ。だから説明が一個もないのよ。城と合体したクッパを追いかけていく。果たしてマリオたちはクッパの野望を食い止められるのか。行ってきまーす。お前は花なのか、ラッパなのか。青っぽいね、青っぽい。なるほど。あー、で次のとこ行けるんだ。この先はフラ王国の中心、フラワー諸島です。さあ、クッパを追いかけましょう。まあでも、おお、ほう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 、フラワー諸島来ましたよ。海か。クッパはこっちに来たはずですが、あ、あれは？なになに？溺れてない？ふっふっふ、このクモパックンがあれば誰も近づけはしまい。クモパックンなんているんだ。さあ、どんどん集まれ、ワンダーパワー。この力で超ビッグなワンダーを起こし、世界を我が輩のものにするのだ。ガッハ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 。なんと恐ろしいこと。一体どうすれば。誰、おや、これはグランドシード。グランドシードが1個取ってくれるみたいな感じ。はいはいはい、なるほど。集めてクモパックンを減らしていくんだ。クモパックンが吸い取られただと。バカな、一体何をした。今のはグランドシードの力。なるほど、それならばどうかお願いです。グランドシードを一緒に探してください。グランドシードはフラワー王国を守ってくれるという特別な宝物です。その力でクッパを守っているクモパックンを取り去りましょう。あのクモパックンを取り去ればクッパのところにたどり着けるはずです。やった、ありがとうございます。そうと決まれば北のモックモック鉱山を目指しましょう。頂上にあるパレスにグランドシードがあるはずです。なるほどね。じゃあそっち側から行くと。はい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 。見せかけて、ドカンロック平原の、あの行ってないとこあったじゃん。あっち行ってみようか、こっち。こっちね。せっかくだからこっちも2個やってみようか。飛び出し注意、ローラースケートのこの子、のこのこか。ここはバッチはこれでいっか。いや、バッチの使い方俺ちょっと苦手かもしれんな。なになに、お前ら何、ちょっと楽しそう楽しそう。ええ、ついてっていい、ついてっていい、ついてっていい、急に振り向かんで。イエイ、帰ってくんだ。あ、なんこの前、なに、なに、え、銃出てきた。来ないで、来ないで、来ないで。え、ローラースケートのこの子楽しそうだな。下から行った方がいいのか。なに、え、なに、え、
なんかちょいちょいワープできるな。あと4体何が何が、あ、倒すってこと。はい、グッジョーブ、グッジョーブ言われたよ。あ、これで倒すべきだったのかな、ごめんね。ファイヤー使っちゃって、でもまあいいでしょう、結果オーライでしょう。これ引けるの、これ引っ張れる、はいはい、何これ、おお、あ、やべ、あ、でもいっか、ゾウよりも正直ファイヤーの方が俺は使いやすい今のところね。上寝てるやついんだけど、あ、これちょっと待って待って、まさかそんな、誰誰、はお前かい、ごめんね、起こしてごめんね。なんかこうなんかありそうだけど、何もあるわけじゃないのか。これも引っ張ってみよう、よし、うん、コインだけ、これも引っ張ろう。危ねえ、ノコノコはちょっと早いな動きが、やっぱローラ、今なんかなんか出た、あー、そういうのもあんだ、ここのワンダーはないのかな。おっと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 、待って、あ、違う、そっちじゃねえ、跳ね返ってこい、跳ね返ってこい、よし、いいぞいいぞ、いけ、よし、よし、取った、来るか、で、お、あれ、あれだって空中で引っ張る、引っ張れるね、ワンダー、なになに、どういうこと、ワンダホー、どういうこと、どういうこと、ワンダホーはいいんだけど、俺どうすればいいの、何個取ればいいの、あとどこにあんの、なになに、こっちでいいの、持ってけー、だってどこ、わーい、ちょいちょい喋ってるけど、どこ、ワンダホーどこ、ワンダホーどこ、これか、はい、違うねー、さらに上か、あったあったあった、よし、はい、いっぱいあるの、どこに、あ、これか、あ、上か、入れて、はい、取った、うわー、上に進むのか、これいつまでワンダーな、見たことない、何が、何が見たことない、待って、このまま上がってっていいのか、はい、ワンダーシードが取ったら、取ったらなくなるのね、なるほど、スターだ、行くぜ、マリオ行くぜ、俺の天下だ、行け、ファンタスティックで2個、2個くれるんだ、あー、だから苦手なとコースがあったら違うコースやって集めていいですよってことだな、はいはいはい、俺に苦手なコースはねえけどな、飛び出し注意、ローラースケートのこの子で、あ、あ、そこにも、まあ、あ、パ、帽子パラシュート、こうやってみっか、帽子パラシュート、さっきのやつか、苦手ないよな、はいはい、空中で R を押し続けるとクロ落ちる、コントラ振って操作することもできる、さあ行ってみよう、はい、行ってみよう、さあ行ってみよう、はい、飛びすぎた、飛びすぎたんですけど、そんなに難しくはないかっていうか、別にふわする必要あるかな、どんどん行こう、はい、
こんなんでいいですか。あ、ちょ、中間取ってきていいですか。いらんけどね、死ぬわけじゃないけどね。はい、そっちね。今だで、こうね。ありがとうございます。よくやれます。で、あと1個あるよね。ラストジャンプ、ラストジャンプ、ワンダフル。あれ、俺シード、あ、ここは1個しかもらえないっけ。よしよしよし、パラシュートレベル1、レベル1、レベル2、レベル3あるやつの書き方よそれ。マジか。まあでも今ぐらいだったらいけっかな。今のバッジ上手に使いこなしてましたね。せっかくなんで付け替えてみますか。やめとく。こっちなんかある。やっぱりなんかありそう。なんだ、もっくもっ鉱山、はい、絶景です。キノピオ隊長いた。おお、すごいところでお会いしましたね。はじめましてですよね。それとも私のことを知ってますか。私キノピオ隊長、お宝求めて探検中、不意にまみれて気づけばここに。お宝なさそうですが、すごい絶景です。あ、そういえば吹雪に紛れて50コインが飛んできたんです。よければ冒険に役立ってください。応援してます。めっちゃもらった。もう一回話したらもう一回くれん。さすがにお宝はなそうですが、すごい絶景です。うん、くれない、さすがに。いや、雪の面って苦手よな。まあ得意な人あんまいないかもね。滑るしね。よし、じゃあこれいこう。ちょっと一息飛んでけコロンポリン。はい、情報ないよ。あ、はい、あいつ、あ、戻っちゃうね。はいはい、ちょっと待って。はい、よし、やる。ここに取っとくか一応。まあいっか。はい、簡単だったな。秒で終わったな。よし、じゃあワールド1これで完全制覇か。そうだね、多分。よし、じゃあ今日のとかこれぐらいにしようか。次回はん、あ、ここもそうか、乗って突進もそうか。そう考えれば行ってみっか。乗って突進、獅子粉塵、難しさ4か。あー、なるほど、そういうことね。オッケーオッケー。確かに若干難しくあるか。うお、いきなり、いきなりワンダー、なんか来るでしょ、絶対来るでしょ。あ、乗れってこと。あー、なんかさっきみたいなやつか。はい、いろいろわからん。あー、待って、取れた、取れたかも。コイン、あー、取れたかも。よしよし、どうだ。ちっちゃいのこう、ちっちゃいのがこう、あー、取れたかも。まだこんなの1回目じゃ分からんて。よしよし、はい、さらに右側なんかいけんのかな。あれ？こっちに来ちゃったの？え？戻れないの？戻れる？何これ？こっちに来ちゃったのってことは、これ偽物ゴールってことか。面白っ、面白っ、面白っ。もう一回行ってみるかな。まあでも星4だからな。え？2個取ってんじゃん。本当は3個も取れるってこと？どういうこと？こっちに来ちゃったの？でも2個もらえてるけどな。3個もらえるのかな？なんか出る？
出ないな。いいのかこれで。よくわからん。よし、一旦じゃあ今日とかこれぐらいにしよっか。次回はフラワー諸島か。うん、あ違う、もっくもく鉱山だ。うん、やっていこうと思います。ということで、こうしちゃいました。また次回よろしくお願いします。